皆さんこんばんは日本ブロックチェーン協会アドバイザーの峰アラムと申します本日司会を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたしますそれでは日本ブロックチェーン協会ブロックチェーンブートキャンプ2021スプリングプレゼン発表の方を進めてまいりたいと思います まず、本日のタイムラインですけれども、19時より開会式ということで、この後、このイベントの紹介、また、日本ブロックチェーン協会の紹介の方も、軽くさせていただきたいと思います。そして、19時15分から、選ばれた5チームによるピッチを行います。そして、20時15分から、審査、結果発表、閉会式。20時30分から、参加者、 間での懇親会が行われて21時30分に終了という流れとなっておりますので、えー、こう夜の時間、えー、皆さんよろしくお願いいたしますはいでそれでは本イベントの紹介の方をしていきたいと思いますまず本イベント JBA ブロックチェーンブートキャンプ2021スプリングですけれどもコンセプトとしてはあなたのアイデアでブロックチェーン業界のトップに挑む2日間というところで ブロックチェーンを使ったビジネスアイデアっていうのを発案してもらって、でそれをこの2日間かけて、ブロックチェーン協会の、日本ブロックチェーン協会のメンターと一緒にアイデアをどんどんブラッシュアップしていって、最後プレゼンしてアウトプットして終わろうと。でそこで最終この発表会で日本のブロックチェーン協会のトップに挑もうというイベントになっております。 そして、このイベントのゴールとして、大きなゴールとしては、ブロックチェーン業界の未来を担う人材を輩出したいなというふうに思っております。こ本気で思ってます。なので、こういった人が生まれるように、我々この2日間、一生懸命、皆さんのアイデアをブラッシュアップすることをサポートし、そして参加者の皆さんが一生懸命アイデアをブラッシュアップしてきました。その発表を聞いていただければというふうに思います。 でこのイベント、実は第2回でして、第1回は昨年の夏に行われておりまして、5、えー、チームが賞をいただいておりましたというところで、オンラインコワーキングスペースのぞき見、イベントチケットの転売防止、チケットスタンプ、時間管理を楽しく運用する運動支援、スパルタシステム、共感経済による働き手企業評価サービス、パルチファイという、こういった5つのものが賞をいただいていました。 こういったものをどんどん生み出していこうということで、今回、第2回ということで、開催させていただきました、はい。続きましては、日本ブロックチェーン協会とは何なのかというところで、協会の紹介を、日本ブロックチェーン協会事務局長の上野様の方からさせていただきます。上上野野ささんんよろししししくおお願いいいいたたたまますはは待せ ませんはい、えー、皆さん、この2日間、本当にいろ、えー、んな知恵を出し合って、皆さん、仲間で支え合ってありがとうございます。でですね、日本ブロックチェーン協会、事務局長の上野と申します。朝もご挨拶させていただきますけれども、JBA、日本ブロックチェーン協会、どういった団体か、えー、簡単にですけど、ご説明させていただきます。私たち、日本ブロックチェーン協会は、ブロックチェーン技術の健全な普及、発展に貢献するために、2014年に設立,設立されました。 日本のブロックチェーン業界をリードするため、開発企業やスタートアップ、大企業、地方自治体など、多様なメンバーが会員になっています。さらにこの BC 技術、コミットしている会員企業様が揃っている、また、どんどん今、数が増えているというのが特徴です。そういった会員企業の連携に焦点を当てて、オンライン、オフラインを含めたです、ね、イベント交流、情報交換、勉強会などをです、ね、日々行っています。 また近年ですね、この協会もですね、この協会もですね、ブロックチェーン関係の省庁や関係団体との連携、および意見交換、ロビー活動も積極的に行っております。国内外のブロックチェーン関係団体との情報交換、連携も強めていて、日本の産業発展に貢献することができるよう、日々活動を行っております。で、月2回にですね、定例会、セミナーとしてですね、今は、 去年の4月ですね、ちょうどコロナ禍が始まったとき、ちょっと前ぐらいですけどね、えー、私たち定例会、普段は、えー、オフラインで行っているものを全面的にオンラインに切り替えました。そのうちのまあ9割以上はですね一般公開となっております。えー、アーカイブもですね随時公開しておりますので、そちら、えー、と皆さん、今回受けたですねこのブートキャンプでの熱をですね消さないためにも月に変ええー、ぜひコミットしていただければと思います。えー、一般公開ですので、えー 事前に登録、あるいはですね、えー、視聴のです、ね、手続き取っていただければ、えー、誰でも見ることができます。そちらのホームページやツイッターフォローしていただければ、えー、視聴も可能になります。なので、今日からがですね、えー、皆さんとこの JBA との関係が始まったというふうに思っておりますので、えー、随時フォローしてもらったり、あるいはインフォの方からメールなど、何でも気軽にご質問を送ってください。なので、皆さんと一緒にこの2020年代、ブロックチェーンの時代を一緒に作っていけたらと思います。イベント等はホームページでご確認ください。 引き続きこちら東京会とも関係築いていけたら大変私も嬉しく思っていますよろしくお願いいたしますはい上田さんありがとうございましたそれでは、ね、引き続き進行の方を進めていってまいりたいと思いますはい、本イベントはですね主催は一般社団法人日本ブロックチェーン協会の方でやっております そして、共催として株式会社ガイアックスの方が運営の方、イベント運営の方を担当させていただいております。そして、本イベントの方企業スポンサーがついております。まず1つ目ですけれども、株式会社ビットフライヤーブロックチェーン様の方からスポンサーをいただいております。そして、もう1社、株式会社グミ様の方からもスポンサーをいただいております。 後ほどスポンサーの紹介の方はさせていただきたいと思います、はい。さて、本イベントのここまでの振り返りをまずしていきたいと思います。このイベント、昨日の朝10時にスタートしたんですけれども、そこからいろんなことが起こってきました。まず、一番最初に基調講演を行いました。 日本ブロックチェーン協会の理事、代表理事のお三方、加納さん、国光さん、福島さんから、それぞれ基調講演をいただきました。ビジネスを作っていく、会社を作っていく、サービスを作っていくということはどういうことか、そしてどういったことに気を使って、どういうことを考えて伸ばしていかないといけないかというところを、非常に実際に 運営されている方々の目線でお話しいただきました。例えばユーザーと向き合っていないサービスはもう意味がないというお言葉や、天命を尽くしてあ人事を尽くして天命を待つとか、そういったお言葉もいただき、こう参加者の励に励みにもなったと思います。そしてその後に私の方から 株式会社ガイアックスのスタートアップスタジオの経験を生かして、事業作り講座の方をさせていただきました。でこういったインプットの後に、メンターがついて、各参加者のアイデアを伸ばすために、ブラッシュアップに壁打ち役としてやってきましたでメンター今回5人のメンターがつきました。 1人目は、EY ストラテジーコンサルティング株式会社パートナーであり、JBA アドバイザーでもある小木生さん。2人目は EY ストラテジーコンサルティング株式会社シニアマネージャーの鈴木さん。3人目は、ダブルジャンプ東京株式会社、そして株式会社グミ、ブロックチェーンコンテンツ協会の松原さん。 4人目は株式会社ガイアックスの荒牧さん。最後に株式会社ガイアックスのミネの方がメンターとして担当させていただきました。そしてサービスを作っていく上でブロックチェーンのサービス、いろいろ法律にかぶってくるところもあります。そういったところをサポートしようというところで日本ブロックチェーン協会のリーガルアドバイザーの方々が実際このイベントのリーガルアドバイザーとして入っていただきました。 日本ブロックチェーン協会顧問弁護士、えー、そう佐藤法律事務所の佐藤総先生、斉藤総先生です、失礼しました、斉藤総先生。そして、えー、もう一人は、JBA リーガルアドバイザー,、えー、法律事務所ゼロの大沢先生の方に、えー、リーガルアドバイザーとして入っていただきました。実際、えー、法律に関する質問がいくつも出ていて、でこれが、えー、こうアイデアをブラッシュアップしていく上で、結構重要な要素になっていたりして、えーこう いいいいいフィードバックをたたただきままましして本当にににありがととうございました参加者の知識にも役に立ったかと思いますそして、今回のイベントですけれども、過去最多、まあ、2回目なんですけれども、14チームが参戦いたしました。そして、この14チームの中からこう出てきたアイデアですけれども、こういったアイデアが出てきました。思い出のチャーハン、対人だけでない人のはアニメラレーションとか、たくさんのアイデアが生まれてきました。 でこれらをブラッシュアップし、評価をして、最終的には2度のプレゼンを経て厳選された5つのチームが今日のプレゼンの場に上がってきました。その5つのチームですが、こちらになります。最終ピッチ進出アイデアは、1つ目、アイデア、出島さん、スマート衣装、鴨川デルタ、あカゴルト、すみません、違いますね、ゴーファースト、津田さん、フラミンゴ、浅田さん、たけさん、 でアニメラレーションシーズンさんという形で、えー、5つのアイデアが上がってきましたこれらの発表をこの後行っていきますでこれらの、えー、発表に対して審査をしていただくのは、えー、審査員の、えー、ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役そして JBA 代表理事の、えー、加納さんそして株式会社グミ取締役会長 JBA 理事の国光さん えー、そして株式会社ガイアックスタートアップスタジオ責任者、えー、佐々木さん、この3人が、えー、審査員として、えー、審査していただきます、えー、その3方、えー、よろししくお願い,いたします。 そしてこの三名からは<ー>、えー、企業賞を別途いただいております。なんと太っ腹な賞なんでしょうというものをいただいておりますので、その企業賞の紹介とともに、えー、一言自己紹介をお願いいたします。まずは、えー、国光さんお願いいたします。えー、っと聞こえてますか、音。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい、えっとまあ企業賞まあこれがニーズがあるのかどうかはちょっとよくわからないんですけど。 一応あの、事務局からニーズはあるんじゃないかってことなんで、あのぜひねあのと、受け取った人は受け取っていただけると嬉しいです。なんであの <laughs>、えー、なんで、えーっとあ、これってあれなんですかね、特にその自分が気に入ったところを選ぶんでしたっけはい、そうです。あ、なるほど、はいまあ。多分僕が選ぶやつは C 向け、はい <laughs> コンシューマー向けって感じの方を選ぶって感じになると思うんですけれども、そこのところでこう選んだ人っていうのと、まあ、いろいろカビアチし,しながら、なんかアイデアっていうのをブラッシュアップしていけたらと思います。ちょっと今日は楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、えー、株式会社ガイアックスからの企業賞の方の発表をお願いいたします。佐々木さん、お願いいたします。どうも、こんにちは、こんばんは。イアックスの佐々木先生、よろしくお願いします。 外国ではあの人と人をつなげてこう社会課題解決するみたいな事業をたくさん取り組んでたりこうそういう事業を生み出してたりするんですけどでその中であのスタートアップをどんどん生み出すあのスタートアップスタジオっていうのを運営してるあの責任者をやらせてもらってます。であの今回ですねあの企業所としてあのそのスタートアップスタジオでえっとその事業づくりのこうアドバイスをいろいろ起業家候補の方にしてたりとかして、まあ、なんか一番こう若い方だと中華製ぐらいから投資とかしてたりするんですけど。 なんで、えっと、今回のこう発表の中でこう、いいアイデアにはあの、メンタリングさせていただくか、またはすごくいいアイデアがあればあの、投資も検討したいなとか思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございますえ。今日よろしくお願いいたします。そして最後、えー、ビットフライヤーブロックチェーン、えー、加納さんの方から、えー、ショーの発表をお願いいたします。はい、えー、ビットフライヤー加納です。まあ、壁打ちということで、まあ、あのー、 まあ私がもう7年経営してきてまあそのまあベンチャーの極意みたいなのは別に僕はそんなないと思ってるんですけどある程度そのベースの心構えみたいな共通する部分っていうのはあるのかなと思ってるんですね。で偉そうにこう審査とかして、えー、じ,ゃあじゃあ審査能力あるかっていうとそれも結構僕疑問で分かんないわけですよそのどのビジネスが成功するかって。 そんなの分かってたら VC として投資してるし自分でやってるって話でだからなかなかその僕らがいいとか悪いとか言ったからといってじゃあ,あのそれがね本当に正しいかっていうふうにはあまあ捉えられなくていいのかなとただなんかその失敗するケースみたいなのは、まあ、経営してるともう何回も何十回も何百回も失敗してるんでそこはなんか共通項があるかなと思っているので、まあ、そういったところの視点で、まあ、何かしらあの助言はできるかなと思っています。 えっと皆さんのねいろんなアイディアを楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。カノさん今日もよろしくお願いいたします。はい。それでは今日の発表ルールの方をお伝えしていきます。まずプレゼン5分質疑応答5分です。発表4分経過時点で軽く合図をしますので。 それを目安にして発表をお願いいたします。また、今回の発表の模様は動画で作成して、一部配信や各メディアの配布が計画されておりますので、よろしくお願いいたします。また、優れたアイデアには、先ほど発表された企業賞が授与されますので、ぜひ頑張って発表していただければというふうに思います。はい。それでは、発表順の方がこれじゃないですね。はい えー、発表順は、えー、この順番で進んでいきます。えー、まずは一番最初、アイデア、出島さん、発表の準備をお願いいたします。 共有を停止しますね。すいません、失礼しました。はい、えー、音声、えー、映像大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、えー、それではですね、あのアイディアと題しまして、えー、私の発表を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 はい私、出島創志と申しまして、えー、31歳になります、えー。略歴なんですけれども、の IT のエンジニアとして、ですね2014年から働いておりまして、で昨年の9月からですねあの独立開業をいたしました、ZX イコンという名前なんですけれども、そちらの,あの名前で活動しております。えー、早速、背景なんですけれども、ブロックチェーン技術によりです、ね、でさまざまな、えー、と業界であるとか、ビジネス、生活において、ですねあの仕組みや価値観というのは変わっていくのではないかと思ってます。 そこでですね、新しいアイデアこここのののサービスとといいううががれれから生ままててくる予感感じてます。すそこでですね、アアイデアをこう考えていくっていうのはあの非常に大変ですよねという背景があると思うんですけども、そのアイデアに関してあの大変なことっていうのはいっぱいあって、あの業界の調査であったりとか、もういろんな分析あの、検証、そしてですねあの、アイデアを生むための経験であるとか価値観、時間、労力、スキルなどなど、たくさんの要素が絡んでくるんではないかなと思ってます。 で、えっとですね。そんな労力をかけて思いやっと思いついたアイデアというのが、あの盗まれたら非常に起こりますよね。という話なんですけれども。課題としてですね。あのアイデアを出した人というのが、あのちゃんと報われるためにはどうしたらいいのだろうということを考えました。でですね。前提条件として、そのアイデアは本当に新しいものかっていうのをこう調べていく。コストがかかるというのと。 あと、その自分のアイデアを証明できる、証明するためのコストがかかってくるというのと、そのアイデアを使ってもらって初めて有益だと思うので、良好なその関係を維持できるかというところが課題なんじゃないかなと思ってます。そしてですね、ずばりアイデアなんですけども、そのアイデアをですねブロックチェーン上に記録していくのはどうだろうかというふうに考えました。ずばりサービス名はアアイデアです で顧客のターゲットなんですけれども、そのアイデアを出す人、えっと、アイデアに多大なそのコストをすでにかけている人であるとか、あのコストをかけられないけども、アイデアはたくさんある人、すでにアイデアがあるんですけれどもそのあの、そのアイデアを発展させていける人、そういった人を顧客ターゲットに考えていますで、えー。アイデアを出すだけではなくてです、ね、アイデアを使いたい人、アイデアを効率的に活用したい人というのも、えー、ターゲットにしています。 それを解決するソリューションなんですけれども、まずはですね、アイデアを出す人がいまして、その人がそのアイデアと連絡先というのを、いわゆるそのブロックチェーンを管理する、審査する AI であるとか、人に一回手渡します。で、その人が審査をして、その審査を通ったものがブロックチェーン上に保存されていく、アイデアとして保存されて、さらにその連絡先と日時というのが保存されます。 でそのアイデアを見たアイデアをさらに発展させたい人というのがそれを応用したもの発展させたものというのをさらにそのアイデアを上乗りするように申請をしていってでブロックチェーンとしてつながっていくというイメージですでそのブロックチェーン上に載っているアイデアというのをアイデアを使う人というのはその連絡先であるとかアイデアをすぐ見つけることができるのでそれをもとに えー、実際にあの活用していってで使ったものに対してはあの使用報告、利用料というのをさらにそのブロックのつなげていくことによってその情報を載せていくという感じです。で、えー、スマートコントラクト等を用いてですねその決済のシステムをつけることによってその該当する権利者に対してあの利用料というのを分配できる仕組みがあったらいいかなというふうに思ってます。はい、でここで大事なのはですね あの登録されたアイデアの改ざんが不可能というのと、日時が保証されているということ、類似、既存のアイデアを効率的に探せるプラットフォーム、そしてですね迅速な相談を可能とする権利者の連絡先の取得であるのと、あと利用報告と支払い,利用支払いというの,ののプラットフォームというのがすごく大事なのかなと思ってます。マネタイズなんですけれども、こちらはですねまあいろんな考え方ができるんですけれども、とりあえずアイデア登録料というのにあの絞って考えてみました。 で実際にですねいくらなら使いたいかというのをですねあのブロックチェーン技術をあの特性を話した上でヒアリングしてみました。でアイデアマンの方から聞いた話ではいわゆるその特許と同等の効果が認められるなら1件20万円出してもいいという話を聞いていますで。実際にですね特許を出願された方こちら100件以上登録されている方なんですけどもそちらの方には1件1万円ぐらいがいいんじゃないかという話をいただきました。 はい、というわけで、ですね、サービス開始であのまずは1件1万円でスタートしたとして、でそれに対して、ですね、2019年の特許出願件数の約10%なんですけども、こちら3万件というのを、まあ、目安に計算してみると、約3億円というのがあのマネタイズムとして見積もれる数字なのかなというふうに思ってます。 で競合はですね特許にになりますす、えー、基本的にはですねただあの特許違反の調査であるとか、完治、その特許利用の請求というのは、あくまで、えー、権利者が違反者、利用者に対して直接働きかけるものなんですね。つまり、その具体的に特許庁が動いてくれるというわけではないんです。ということは、抑止力としての効果はあるけれども、それはさらに国内限定だし、国外にあの効果を発揮するためには国際特許というのが必要なんですね。 でさらにですねその申請登録維持においては非常に高価なものになっていますで。そこでですねあの私が考えたアイデアに対してはあの独自の価値として保障、まあ、ブロックチェーンとして載っているという意味であの改ざんができない、日保証されるというのと、まあ、安価あの、AI であるとかコンピューターの所得補助、まあ、そういった標準化などによる人件費の削減、発展、す、え、で、ー、にあるアイデアに対して、えー、発展、応用というのとあと国際国に縛れない、そして 手軽アイデアを出す使う人の橋渡しになればいいかなと思ってます。はい、で市場規模なんですけれども、こちらまああの一般的にあの出ているデータの方を計算すると、大体ですねあの約千八百億円アイデアを出す側ですねに千八百億円の市場規模が考えられています。でアイデアを使う側なんですけれども、こちらもあのデータがありまして、あのこちらはですね千六十五億円、まあこちらは二千十八年のデータなんですけれどもそういったデータがあります。 はい、というわけで,で、すね、結びになるんですけれども、あのアイデアを取り巻くですね、仕組みであるとか価値観というのは、いずれ変わっていくことになるでしょう。そこで、ですね、そのアイデアのプラットフォームというのは、あの誰が握るのでしょうかという言葉を結びにさせていただいて、私のプレゼンを終わらせていただきたいかなと思います。ありがとうございました。はい、いありがとうございます。えー ちょっと大幅に時間をオーバーしてお話しされてしまったので、ちょっとフィードバックの時間がちょっと短くしてしまおうかなと思うんですけれども、質問またはフィードバックある方、審査員の方からぜひあれば挙手をお願いいたします。はい、では可能さんお願いします。ありがとうございます。これあのアイディアを買う人って、はい、僕ほとんどいないと思ってて、はい、数々のアイディアを売りに来た人がいるけど、はい、あのそんなの とっくの昔に思いついてるよみたいなのがほとんどで、はい、ま仮にアイディアを買う人がいたとして、はい、その人は、えー、とアイディアを見ちゃいますと。はい、でお金払わずにそれ実現したら、はい、法的に特許を取らないっていう状態だと法的に守られてないように思えるんですけど。基本的にはそのあの特許を取ろうが取らないがですにしてもあのその権利者を侵害された側が あの訴えて初めてあの特許侵害されたというあの事実になってくるんですね、でそこでその実際の裁判によってあの、まあ、和解であるとか、あの特許のプロセスは知ってるんだけど、見ましたと、見て実現しましたと、はいはい、でそのアイデアを思いついた人は、どのように請求するんですか、はい、それがあの侵害されたというふうに。あ えーと基本的にはです、ね、あのまあ使われたというのはあ,のあくまで検知するというあの課題自体は残っているんですけれどもそこをこうあの侵害した状態でそのリスクを取るのか侵害してると言えないんじゃない特許じゃないんだったら何か聞きましたと、アイディア聞きましたと、はい、あよかったね、あ面白そうですね、じゃあパクってやりましょう。 もないんだったら、それをどうやって侵害したって主張できるんですか、はい、えっ、ー、と、ブロックチェーン上にデータとしては残っているので、その日、日に私は考えましたよっていうデータは残っているそれを考,えた考えただけじゃないですか。はい考え,考えましたと、あと先に考えました、ああ、分かりましたと、はい、で私はそれをパクりましたと、なんの問題もありません、はい、でパクってやります。 で終わりだとそうですね、最終的にはそのあの実際にパクったのかどうかっていう話は司法の判断になるのかなと思いますいやいや司法っていうか、パクることに何の問題もないと思うんですけど、権利化されてないんだったら。えっと、あなるほど、えーっと、特許としての権利。特許として、登記されてるんだったら、パクったので、その状態であの権利が侵害されたので、訴訟して。 でその人を訴えるなりなんか金取り戻すなりいいけれどもそれがされてない状態でパクったパクってないっていうのはもう日常茶飯事で起きていることで、はい、侵害されたって裁判で言ったところでそんなの特許化されてないんであの無理ですよって言われて終わっちゃうんじゃないですか。 そうです権利としてのこうあの扱いというかあのどういった扱いになってくるかという話で言うとあのまあやはりこうあの後ろ盾というかそういったものはあのまあ今全今の段階ではあのちょっと考えてなかったのでまああのそういう工夫は必要なのかなというふうに思います。わかりましたありがとうございます。はい。失礼します。はい、えー、他に質問がある方いらっしゃいますかあと30秒ぐらいしかないので手短にお願いしたいんですけれども。あこれは完全に可能君と同じ意見です僕は。ありがとうございます。 カ,カジュアルに一言だけあの質問させてください。これ、はい、あの利用料金、特許、はい、じゃない、アイディアの使用料金でどうやって見積もられるんですかあし使用料の,のじゃアイディアの料金はどう,どうやって見積もりされるんですかえっと、あ そうですね。そちらはその連絡先等があると思いますので、ね、まああの実際にそこのこうあのやり取りであるとかあのそういったものに依存してくるのかなと思います。あ、で結果直接の交渉になるっていう話です、ね。そうですね。はい。あ、なるほどですありがとうございます。はい。はい、えー、ありがとうございました。では改めてもう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。お願い失礼いたします。はい、ありがとうございました。では。 次の方の発表に移ってまいりたいと思います。2番目の発表は、鴨川デルタチームスマート衣装の方をお願いいたします。準備の方をお願いいたします。すいません、運営側に連絡ですね。<laughs> えっと、次の登壇者はもう入っているように <laughs> 準備をお願いいたします、えー。切り替え時間を短くしましょう。はい 画面共有ができないので画面共有を譲っていただいてもよいでしょうか。はい、えー、お待ちください。はい、見えてます、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕たちは、えー、ブロックチェーンを用いたスマート一緒キットとその管理サービスということで、よいしょというものを提案させていただきます。よろしくお願いします。 では、まずどういったサービスかっていうところをざっくりお話しさせていただこうと思います。今、おじいさんが映っていると思うんですけど、おじいさんが今手で紙に書いているもの、こちらが遺書になります。こういった手で書いた遺書っていうものを実際その内容をブロックチェーンで複製して管理できないかということを提案したようなサービスになっております。はい。でまずサービスの流れについて説明させていただきます。 まず、こちらは遺書を作成する手順になります。まず、遺、え、書、ー、キットというものを買っていただきます。そちらのキットの中には、どういった手順で書くと遺書が丁寧にしっかりと正しいものが書けますよというものが書いてあるので、そちらに従いながら遺書を書いていただきます。そして、マイナンバーカードで本人認証を行います。この際、トラストドッグというものを使わせていただきます。で、その後、書いた紙の遺書をカメラで撮影します。先ほど認証した本人認証の情報とカメラで撮影した遺書、えー、の 複製をブロックチェーンネットワーク上に保存します。これが書き込みの手順です。はい次が読み取りの手順になります。まず、実物の遺書を用意します。そして、そちらの遺書には紙で中に QR コードが載っています。そちらの QR コードを読み取ると、先ほど書き込んだブロックチェーンネットワーク上にある本人情報と遺言書の複製を取り出すことができます。 こちらを取り出したものと実際の紙に書いてあった遺書の内容が正しいことを確認することで実際に遺書が改ざんされてないなということが確認できるという仕組みになっております。はい。で、なぜこういったことを考えたのかという背景についてお話ししようと思います。近年、えー、と遺書による、えーまあ、相続の問題が増加しているよということが、まあ、データとしてありました。またそういった問題はどんな問題なんですかということになるんですけど、まず一つは遺書の内容の不備。もう一つが遺書が実際に偽造されているんじゃないかといった問題。そういった二つの問題がよく挙げられていました。 で内容の不備に関しては作成の手続きが難しかったりとか内容の書き方が難しいというところがあると思います。偽造に関しては本人の確認と保管、えー、体制が不十分なのではないかというふうに考えます。また、今日、昨日、街、えー、の街行く人々に何人かアンケート、ヒアリングをさせていただきましたところ、遺書に対してどういった考えを持っているか、どういった問題があるかというところをつ、ま、か、あ、めましたと、えーと。残す家族に、えー、揉めてほしくない、迷惑をかけたくないといった意見や、いずれはきちんと用意したいけれど、どういって手,手順を踏んで書けばいいかがわからないという危険。 また、手間とかお金がかかるので、遺書について考えたくないみたいな意見もありました、はい。現状、遺書というものに関してですが、法的効力を持つものは、えー、3つあります。自筆証書遺書、公正証書遺言、あ、ごめんなさい、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。この3つに関してですが、手軽さと信頼性というものに関して、まあ、右の方の図でまとめさせていただきました。 自筆証書遺言というものは手書きで書いた遺言になるので、いつでも手軽に自分で書こうと思えば書けるという点で手軽さのところで優位なんですが、その分信頼性、紙でただ書いてあるだけなので、信頼性のところにまあ不安があるなということになります。一方で、秘密証書遺言や公正証書遺言は窓口に行って手続きをするなどの手続きのめんどくささ、つまり手軽さのところでは劣るんですが、信頼性という意味では高いもの。 高いものとなっています私たちはこの手軽さと信頼性において手軽でかつ信頼性の高い遺書管理システムが必要なのではないかという思いでそちらを提案しようと思っています。はい。ソリューションについてです。まず遺書キットを用いることで遺書の作成を簡単にしてこのように手順で書けば正しいものが書けますよていった書き,書き方ガイドみたいなものを用意します。もう一つ、その書いた遺書については複製をブロックチェーン上で管理することで改ざんされてなく正しいよということを担保します。 今、えー、図の方に載っているんですけど、この図のように実際に右の方に書いた紙の遺書とそれを写真で撮ったものを、えー、両方とも、えー、と紙は紙で保存し、データは、えー、ブロックチェーン上で保存することで複製を確認することができるようになっております。また今、QR コードを載せているんですけど、こちらを読み取っていただくと、実際に遺言の、えー、と紙のものと同じものがデータ上にあることが確認できるようになっております。はい、競合代替手段についてお話しします。えー コムさんのデジタル遺言書は、アプリ上で遺言を書けるというものになっております。国用の遺言書キットは、実際に遺言書をこういうふうに書きましょうという手順書になっております。また、法務局保管制度の対応遺言書キットは、こちら、遺言書いた後、法務局に持っていくと、実際にそこで管理してくれますよというものになっております。それぞれには手軽さ、法的な拘束力、偽造改ざん性という点で、まあ、どちらでもデメリットが生じております。 そちらを取り払うようなものを私たちは提案しようと思っております。手順が分かりやすく手軽に書ける。本人が手書きした遺書が残る。ブロックチェーンで管理することで遺書の信証性を保つ。そういったものになっております。はい、マネタイズにおいては私たちは遺書キットを作成し販売するという形をとるので、そちらでマネタイズをしようと思っております。はい、市場規模に関しては、まあ、先ほど計算したものがこういった額になっているので、まあ、こういった市場規模がある環境において私たちは攻めたいと思っております。 はいまとめです簡単で安心良い書作成に良い書ということで私たちの発表を終わらせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございました良い書良い書分かりやすくていいですね僕好きです <laughs> はいということで、えー、ご質問、えー、コメントある方、えー、いらっしゃいますかいらっしゃいましたら、えー、挙手をお願いいたします。 なんでこのサービスやろうと思ったんですか、はいえっと、まず1つには、えっと、私、4人のチームで組んでいるんですが、この4人のチームの中に衣装で揉めてしまったという経験があった人がいたために、そのところに課題があるんじゃないかという課題の深掘りの点から1個出てきた、定点が1個と、あとはブロックチェーンで活かせるというところで、まあ、衣装という、えっと、正しさを保ちたいというところとフィットするんじゃないかということで、こゥルーンのことについて突き詰めていこうという話になりました。 なるほど。はい、ええほか、あ、佐々木さんが手上がってますか。あじゃあ、すみませんが、先行かせてもらってもいいですか。<laughs> あの、ハピでもトラストドック使うって、あの、投資作紹介されてて嬉しかったです。<laughs> <laughs> で、あの、輸入論書の、はい、あの、偽造の実情ってどんな感じなんですかね。何パーセントぐらい、こう、裁判が起きてるとか。 何件ぐらいあるとかって、そちらの方は調べられてなかったので、ちょっと割合というところは挙げられてないんですけど、えっと、実例としてそういった裁判の、えっと、が起きているというような事象に関しては確認しております。ちょっと割合とか事実に関してはちょっとはい、分からないです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。これも、えっとまあ、法的には手書きの 遺言,言,言じゃないと有効じゃないってのは僕承知していて、はい、それのデジタルバージョンを作,作って、まあ、簡易的に参照できるようにしましたっていうことだと思うんですね。はい、ただ遺、まあ、言なり遺言なりで揉めてるときって、はい、原本出せみたいな感じになるので結局これアプローチしに行くんじゃないのかなっていうところが一つと、はいえっと、なぜならこっちのデジタルバージョンっていうのは法的には効力を持たないから。 はい、簡に参照できるにしてもこれど,どうやって遺族に渡すすんですかこの,このアプリをあの遺言書いてる人がこれアプリに入れたので原本はここにあるけれどもアプリはこうでこれインストールしてこうやってやってで,でめでたくなくなりましたっていう時に、はい、あの遺族がそのアプリを起動して読んでみたいなことをやる,やるんでしょうか そうですね。えっと、まず一つ目の質問に関してなんですが、えっと、紙のえっと,ところに QR コードを載せるという話だったんですが、そちらが遺書になっております。あくまで紙の遺書を私たちはえっと残します。その遺書のバックアップとしてえブロックチェーンを利用しようというような考え。 ですそのため、法的拘束力という観点に関しては、もちろん紙の遺書がすべてなんですが、現状の今、デジタル文書とかの扱いにおいて、裁判例において、えっと、正しくない改ざんされていることの検知という点では使えるということが今、現状として考えられているので、その実際の紙の方の担保に、えっと、ブロックチェーンを使うなというふうに考えておりますえでで紙がなくなった場合にど、どうするんですかそうです、ね、現状、紙がなくなった場合は遺書はないものということになるので。 あくまである遺書を正しいということを判定するというか、この遺書は正しいものですよというふうに言うためのものになっております。なるほど。わかりました。はい、はい。ありがとうございます。2>, あああと2つ目の質問のど、どうやって遺族に渡すんですか、そのアプリを。2つ目の質問の解説、えっと、答えをそびれています。はい。えっと アプリというものを渡すわけではなく、あくまで紙の遺書を、えー、遺族にお渡しするというか、まあ、紙の遺書をそのまま紙として残しておくという形になっております。で、その受け取り方に関してなんですが、その紙の遺書のところにある QR コードを読み込むことで、その紙の遺書の内容と同じものがネット上、えー、ブロックチェーン上にあることをそこで確認できるという仕組みになっております。なので、遺族に渡すものはあくまで紙の遺書をそのままお渡しするという形なので、先ほど言った紙の遺書がもしなくなってしまった場合は、えっ、ー、と、そもそも遺書、えー、としては残ってないということになるという話になってます。 なるほどまあ、そうすると、なんか遺族はその紙の遺書でも完結して、それ、はい、で確認する意味がなさそうな気もするんですけどそうですね、まあ、紙の遺書に関して信用度があり、えー、特に揉めることがないような家族であれば、あくまで快、えっと、く紙を渡せたってこと、うんまあ、この人はだよねってことが確認できて、いつ書けたってところに、まあ、より自信を持てるという程度のものにはなってまおりますあでそこから改ざんがあったときに、ブロックチェーン見に行くと、はいえっと、これとマッチしてないから、 はい、違うみたいな話になると。そうですね。はい。あくまでちょっと安心を買うような形にはなるかなというふうに考えております。あ、分かりました。ありがとうございます。はい。えー、あ,ありがとうございます。えー、一件、えー、Q&A の方に、えー、上がってきているものがあるので共有したいと思います。えー、帳表票関係はすべてマイナポータルに紐付けされ、標準化されるような気がするんですが、以上もその一つに、一つの気がするのですが、というコメントをいただいております。 はいちょっとすみませんそちらに関して調べきれてないのでえっとそちらに関してはお答えできないです申し訳ありませんはい、えー、ありがとうございます、えー、なかなか難しい質問でしたね、えー、発表ありがとうございました皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたはい、えー、続きまして三、えー、番目の発表者ですね、えー、Go First、えー、津田さん、えー、準備をお願いいたします はい、えー、それでは僕の方からプレゼンテーションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。えー、僕が今回提案したい GoFast というプロダクトは、駐車場をもっとスマートにをコンセプトにしています、えー。まず僕の自己紹介から始めさせていただきます。僕は九州工業大学から来ました。エンジニアとしてブロックチェーンに携わり、えーっと、このような機会をいただいたので参加させていただきました。で、えー、っとなぜこの GoFast というプロダクトを考えたのかといいますと、 実際に僕自身は自動車に乗らないんですけども、普段から人が自動車に乗っていて、なぜお金回りに関して自動決済などが実装されていないんだろうという疑問を持ちました。自動運転などが実装されていく中で、なぜ自動車の自動決済というのは誰も目を向けないのかなと考えていました。実際に自動車に関わる決済というのは多様にわたっていると思っていて、 このように、えー、とガソリンスタンドだとか駐車券だとかいっぱいあるんですけどもこれらをデジタルでしスマートにできないかと考えておりますでこのような考えから実際にヒアリングしてみると、えー、自,自動車の支払いそしてそれらをスマートにできないかっていうふうにあスマートにすることに対してヒアリングしてみるとこのような意見が出てきましたその中でも特に駐車場で不便さを感じているドライバーが多いということが分かりましたそして彼らが一番 主,な主に課題として捉えているのは、料金設定とそれらの利便性です。そこで、えっと、このプロダクトでは、これら駐車場にまつわる課題を解決することをテーマとしています。さらに、駐車場が必要な場所、そしてそれらを必要とする人っていうのを分析してみました。これらのデータはインターネット上から拾ってきたものです。え実際に繁華街だとか、都市圏の利用率っていうのが一番高いというふうに言われています。 このような地域では駐車場のスペースが枯渇していて、えー、止めたいと思っても止められないっていう事例が数多くありますまたこれらの場所に、えー、止めようと思っている方々っていうのは学生だとか20代から30代の若い人たちまた家族持ちでテーマパークに行くような方々です、えー、このような方々が何をネックと思っているのかというとまたここも経済的な負担を減らしたいというところになります そこで、これらのユーザーの課題を解決する3つの手段としまして、マシンというマシンでの自動支払い、マイクロペイメントによる柔軟な決済、デポジットによる安心の提供というものを軸としています。プロダクトの概要としましては、このような図になっております。えー、主人公のボブがいます。えー、ボブはまず、スマートコントラクト上で現金を前払い式で、えっと、あすみません。えっと、現金を、 使って前払いでステーブルコインをゲットしますそして、えっと、パーキングエリアでこのステーブルコインを使って支払いをします。また、えー、駐車場を経営している方は、ステーブルコインを使って、えー、スマートコントラクトから現金を引き出します。で、えっと、この1番と3番の部分で手数料をいただきます。実際に、えー、都内での運用を、えー、考えてみました。 これらの1時間あたりの数字というのは一般的な駐車場とシェア駐車場 S 社の時間の料金そして今回の GoFast の設定する料金になっています GoFast、えっと、の料金に関しましては土地を提供する方が任意で決めれるように設定するつもりですここでは一般的な駐車場の半額の値段を設定しましたこのように1分単位1秒単位で見てみると GOFAST は1秒単位で決済を、ステーブルコインを使って決済をすることができます。えーそうえー、また、これのあ、えっと、シェア駐車場に関しましては、1時間単位という支払い方法ではなく、半日単位だったり、1日単位というかなり縛りが長い、えー、料金体系になっています。これらの料金体系と GOFAST の、えー、料金体系というのは全く異なることであります。 これによって、貸す顔は他社よりも高い料金設定で貸し、回転率を上げる。借りる型は、料金設定や時間の縛りのペンから解放されるということが期待できます。また、マネタイズについて詳しく述べると、手数料っていうのが、大、え、体、っと、他の会社さんでも30%から50%なので、一応、ここでも、コ、えーファストでも30%というふうに仮定しました,で1人当たりの。1人当たりのコインパーキングをどれだけ使うかっていうのもヒアリングしたところ、 だいいたた時間程度でしたここで、えっと、料金を先ほどの450円を使って計算してみると手数料でだいたい1350円、えー、30万人が使えば年間49億円の売り上げと見込めますこの30万人というのは2019年度の、えー、市場の10%の値になっていますまたカーシェアの部分も GoFast、えー、を使って展開し、えー価値えー、付加価値を与えることで借り戸側から春日へシフトできるようにしたいと思っています これが現在の市場規模になっています。これから市場の拡大というのも期待されています。このような市場に割り込むために PR が必要と考えていて、このあたりはエアドロップをしてトークンを配布するようなことを考えています。では実際にどう実現するのかという部分に関しましては、車載のウォレットをまず車につけます。そして GPS で駐車の入社と出社を管理し、 それらを取り替えにして送金トランザクションを発行します。また、この際に駐車前に一定金額をデポジットしてもらって、支払いが足りない場合は、このデポジットを都市供給者が得るというふうにしています。これによって、ブロックチェーンが苦手な支払いの遅延、あえっと、即,時即時の送金という部分をカバーしようと考えています。このようなプロダクトから、私はマイクロペイメントでユーザーの課題、 課題を解決しまたシェアリングエコノミーという付加価値を提供することによって煩わしさを解消し快適なドライブライフを提供することを考えていますご清聴いただきありがとうございましたはい、ありがとうございました <laughs>、えー、発表が6分かかってしまったので質疑応答は4分間で、えー、っとお願いしたいと思いますでは何か質問コメントある方はいらっしゃいますでしょうか じゃあ国国さささんんんが早かったのでおお願願いいししまますす次佐々木これに関しては、ほぼほぼブロックチェーンを使う意味っていうのがあっと全く見当たらないんですけど、これって支払いってペ a ペ p でいいんじゃないですかはい、えっと、ステーブルコインを使うことによって、その1秒単位での決済を実現しようと思って、えっと、ブロックチェーンを利用しようと考えています。1秒単位の決済って何ですか えっと普段のケス、えっと、駐車場の料金とかは30分単位で測られる場合とかが多いと思っていて、細かい値段設定にすることで、えっと、安く済ませることができると考えています。なんでステーブルコインだったらそれができるんですかえっ,とあえっと、ステーブルコインだとできる理由。はい、えーえー、っと、そうですね。 あペイペイで円単一ペイペイでできる料金の払い方というのも1円単位が限界だと考えているんですけども、えっと、ステーブルコインの場合はそれが 0. 点何円単位で計算できると考えています。へえ1円がミニマム、要するにその売りは1円がミニマムじゃなくて 0. 点何円っていうところっていう単位でできるところが売り、そ,そんなにーズあります。だから所詮1円とか 1>, 1円なのか、2円なのか、0.5円なのかってどうでもいいような気がするんですけど、そこがなんかニーズで、なんかこうね、ステーブルコインをわざわざ使う意味っていうのがどのくらいあるのかなっていうのはちょっと疑問に感じました。はい、ありがとうございます。うん、はい。はい、ありがとうございます。では次、えー、佐々木さんお願いします。お疲れ様でした。駐車場前だと、なんかスタートアップとか、試合アエコ。 だと、あの、秋っとか軒先とか、なんかいろいろプレイヤーがいるなとは思ってたりします。で、あの、なんか疑問に思ったのが、なんでブロックチェーンを使うと、駐車場オーナーが半額で料金を設定できるのかっていうのがちょっとよく分かんなかったんですけど、教えていただけると。秋ッパとかの場合だと、半日とか15分単位っていうところで料金設定をされていて、 1>, 1日2000円とかっていう設定になると、1時間単位で換算すると80何円ぐらいになってきていてで、80円より高い料金で収益を得た方が、土地を貸す側としてはメリットがあると考えました。そこで、えっと一,般えっと、一般的な駐車場よりは安く、かつ空きっぱよりは高い料金設定ができるようにということで、450円という値段をつけています。 な、まあ、るほど。1>, 1日貸しの金額で、プロックチェーンを使って、時間単価で稼げるんじゃないかっていうそうですね、時間単価とか、分単価とか、細かい料金設定をすることができるっていうのを目指していますなるほどですね、なんか結局、空き時間が稼げなくなっちゃうてで、難しそうだなと思いましたけど、理解しました。はい、はい はいえー、ありがとうございます、えー。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫そうですかね。はいでは、えー、発表ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。いはでは、えー、また続いていきたいと思います。えー、4番目の発表者は えー、フラミンゴ、えー、浅田さん、竹さん、えー、よろしくお願いいたします。準備の方お願いいたします。えっと、すいません。えっと、こちら。はい。えっと、今、画面共有ってされてるんでしょうかすいません。されていますかあはい。すいません。じゃあ、共有を開始しました。こちらで。はい。見えてます。えっと、すいません。はい。 すいませんじゃあ、えっと、始めさせていただきまよろしく、はい、お願いします、はい。えっと、すいません。えっと、NFT アートを気軽に楽しむデジタルアートフレームフラミンゴで、NT、NFT アートのシェアリングエコノミーの実現をしていきたいと考えています。えー、私、メンバー紹介で私、マリもビジュアルアーティスト,クリプト、最近はクリプトアーティストとして活動しています。それからクリプトリサーチャーのターケさん、それからエンジャーのフジシャンさん、これがチームメンバーになっています。 デジタルアートとブロックチェーンということで、今、これをからあのの取り巻く環境ということで、NFT トークンとしてデジタルアートを発行することで、所有したり取引したりっていう NFT ブームがですね現在、世界中で過熱しています。デデジタルデータルーななら何でででも NFT NFT にすするここことがが可能なんですがここで N ノンファンジブルトークンというものがキーになってくる、キーワードになってくると思うんですが、NFT とは、まあ、皆さんよくご存知だと思いますが、唯一の一点ものの価値を生み出せるトークンということですね。で、誰が所有しているかがブロックチェーンに刻まれていて、現在ではブロックチェーンゲームやデジタルアートの取引に盛んにあの活用されているものです。で、えー、と現状ですね、えー、と私は NFT アートのブームに伴って、デジタルアートを購入する人や制作人が急増している中で、価格は高騰し、市場は過熱しています。 でえー、と例えばですねこちらは、えーとラえー、とスーパーレアという、えー、トップアーティストをキュレーションされるサイトなんですがここもアーティストが殺到して登録が34か月待ちであったりですとか10分間で3億9千万円を売り上げたマトドック・ジョーンズさんというアーティストですとか。 またこちらはブラウというですね EDM の音楽のアーティストさんなんですが、彼は NFT で配布したりとかしているんですが、オークションで33枚のアルバムを12億で販売するなど、まあ、すごく話題になっていて、えー、例えばニューヨーク・タイムズなどでは、加熱するデジタルアートブームに対しついて、えー、と記事になったりとかして、えー、大変騒ぎになっています。で、えー、例えば先日、クリスティーズでは、ビープルの NFT アートが70億億円で落札されるなど、社会現象になっているような状況があります。 でその中で、こういった加熱するマーケットの中で我々の、われわれは現在の課題としてです、ね、まず NFT アートを物理空間で展示、販売するソリューションが今のところ存在しない、えー、あまり存在しないと、それからまた閲覧販売購入に、ブラウザーでのマーケットプレイスのアクセスが必要だったりとか、暗号資産ウォレットを持ってないと、販売購入がなかなかできないというハードルが高いということですね。から、マーケットが今、次々と立ちながってくる中で、一般層への広がりを持たせたいというニーズですとか、NFT アートならではの新たな 活用方法創出ですとか、あとはコロナ以降、皆さん自宅で過ごす時間や空間をもっと豊かにしたいといニーズがあると考えています。で、我々はそこで、えー、NT アートをフレームに入るフレーミングで GO フラミンゴという、えー、サービスを提案します、えー。生活空間や街中で気軽にアートを楽しんで、えー、好きな NFT アートや音楽をその場で購入できるデジタルアートフレームサービスとなっています。で、ソリューションとしましては、えー、NFT アートのシェアリングエコノミーの実現を所有する NFT をシェアすることで運用できるということですとか、 例えばそのフレームに表示されるアートに同期したスマホアプリで、気に入ったアートをその場でいつでも簡単に購入できたりですとか、またその飾るという意味では、どんな空間においてもマッチするスマートなデザインのサインのうちで飾れるということで、また好きな瞬間にいつでもそのアートを入れ替えるということはデジタルアートならではのリメットだと思っていますし、また NFT アートのリアル展示をそういったもので可能にしていけると考えています。でこういったフラミンゴなんですが えーとこれでアートサイネージのサブスクリプションの事業会社さんに、えーまえー、と話をしてみたところ、まあ、タイアップをぜひしたいみたいな反響もいただきました。でフラミンゴはですねコンテンツとしてのそういった NFT アートを提供していくことで、NFT アートの活用をデジタルかリアルに加築調していき、えー、そういうことで NFT マーケットの拡大にもつなげていきたいと考えています。 市場規模に関しては、世界のアート市場,市場が今7億兆円ある中で、例えば30%が NFT の市場になったとしたら2100円ぐらい、国内は3%としてこれぐらい、63億とかなんですが、NFT に国境はありませんので、われわれは世界のマーケットを取りに行きたいと考えています。 ユースケース、事例に関しましては、例えばまあ所有するアートを自宅に飾ったりとか、展覧会に出したいみたいなコレクターさんですとか、街中の例えばサイネージとか,とかで街頭で公開オークションをやってみんなでビットするというのも面白いかなと考えています。すそれからヘアサロン、エステラサロンなどでゆっくりこう時間を使うというところで、アート鑑賞や購入ですとか。 例えばサウナで整ったときに、えー、最高な身体格好になったときにアートに没入する体験を楽しんでいただくと考えていまして、まああのえーと、今リアルのユースケースでは、えー、チームラボさんがアートかけるサウナによるまあ展覧会をこれから開催されたりとかするんですが、これをわれわれは NFT で実現したいと考えておりまして、例えばサウナかける n f t かけるアートということで、もうこういうふうに NFT をサウナに体験することができるということで、でぜ,ひぜ,ひぜひともブロックチェーン業界や先生の方々にもこういった機会には楽しんでいただきたいと考えております。はい <laughs> はい、顧客ターゲットです。えー、2C、えー、ですが、えー、NC アートのコレクター、国内、海外、えー、問わずですね、から一般的なアートが好きな層、2B ですと、アートこういった飾りたい企業さんや商業施設、レストランやカフェなどの店舗、それからヘアサロン、ネイルサロン、サウナやギャラリー、美術館、博物館といったところや、えー あとはその NFT アーティストさんとかマーケットさんはこれを自分のところの持っているアートを展示していきたいこういったニーズがあると思うのでここがターゲットになっております。でマネタイズに関しては 2B はマーケットプレイスからの広告というか表示の収入ですねからギャラリーさんやアーティストさんとの提携でアートの販売手数料などですねあと 2B と 2C にまたがったところではサイネージの配信スクリプションですとかサブスクリプションですとか展示の貸し出しに対する収益げとかここはシェアリングエコノミーになってくると思うんですが、はい、そういったことや流動性の供給などがブロックチェーンならではで考え られていいくと思いますプライシングに関してはこういった形でざっくりと考えていっていますが、これはマーケットに合った形で、えー、っとオプティマイズというか最適化していきたいと考えています、はい。今後の課題のソリューションに関してなんですが、現在ちょっと業界ではガス代の高騰というものが、イーサリアのガス代の高騰というものが挙げられていますが、これはまあ技術的にそのサイドチェーン、ポリゴン、マティックなどの活用や、リンクなど別のチェーンの活用なども考えられると考えています。 から暗号資産オレットのです、ね、高い導入ハードルに関しましては、例えば、オリジンプロトコンの D ショップで販売するなどをすると、ペーパーの決済などが可能になるので、一般の方々にも手の届きやすい仕様になるのではないかと考えています。はい で競合代替手段に関しましては、例えばニフティーゲートが出したディスプレイがあるんですが、こちらはアンドレオのタブレット、自分で出てねっていう形の DIY の要素が強いもので、ちょっと高級感にちょっとかけるかなですとか、まあ、あの貸し絵っていう、これ、フィジカルの後のレンタルのサービスですが、こちらはまあ送料とか時間とか、まあ、物理的にかかってしまう。 でまた、ホログラフィックディスプレイのロッキングラスというのもありますが、こちらは 3D のデータをあのホログラフィックに表示するのがすごくいいんですが、やはり今のところ NFT アートというものは 2D の,の表現が多いと思っていて、こういった形の再燃値が我々のフラミンゴが適していると考えています。家、はいまあ、事源泉,の、えー、と源泉として、えー、とアートを所有するみたいなニーズも現在高まっている中で、えー、と我々としては、えー、と今の NFT の えー、高まりですとかネットや、まあ、IT 業界のお金なども流れ込んでいく中で、えー、ぜひともこの n f t アートのシェアリングエコノミーを我々のフラミンゴで実現していきたいと考えています。あすみません、結構時間が終わってしまいましたね。<laughs> はい。えっ、ー、と、はい、以上になります。えっ、ー、といや、7分経過してます。すみません、ありがとうごいございました。すみません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。 はい、では、えー、ご質問ある方、えー、お願いします。じゃあ。はい、にお願いしますこれはなんかそのなんか普通になんかデジタルアートのところをなんか普通にサイネージでなんか表示できるみたいな感じなんだったら今でもできるし、はい、わざわざそこをなんか NFT アートに絞るっていう意味がなんかどこなんだろうなっていうふうに思ったんですけど。 なんか別にね、これ、普通にネット上にあるその画像データのところをなんかねこの家にあるなんかそのサイネージのところに出すのって今でも全然簡単にできると思っててうん、うん、でしかもそれやっても別に著作権違反とかってなんないと思うんですね。うん,うん、うん なるほど,なるほどかその NFT の所有権をこの際でしないとあのできないですとかあとはそのリアルのギャラリーとかで展示していく時にそこに展示したことで、えー、と実際その、えー、とスマートコンタクトで例えばその収益を分配していくみたいなことを行うっていう仕組みを作って、えー、とリアルで、えー、NFT を楽しむっていうところ。 を作っていきたいと考えているんですが、それは多分通常のサイネージはできなくて、えー、我々の方の、えー、と開発するものとセットで使っていただくという形になるのかなと考えていて、その辺りは、えー、とどう考えでしょうますか我々と一緒に、えー、と作っていくという必要があると思っています。まあ、NFT ってまあ基本的にはとデジタルで飾るんやったらただの画像データですからね、そこの所有権って感じを NFT に書いているだけの話やから、 だからユーザーがここでパッと見るって感じやったら別にこれが NFT だろうが普通の画像だろうが一緒かなって感じの気はしちゃうんでまあだからそこのちょっとなんかニーズっていうところはどうなんだろうなっていうのはちょっと思っちゃいました。 えっとちょっと一つだけお答えするんですが、これはえっと流れてきたアートをその場で変えるということで、例えばそのここに QR コードをあの表示してしまうのはちょっと生々しいので、アート体験としてよろしくないので、それと連動したアプリで今、表示されたアートが気に入ったらその場ですぐ変えるといったことを加えていきたいと思っていて、それはちょっとマーケットの拡大ですとか、一般の方々がアートをもっとか買うという、購入に親しんでいただくというきっかけになるのかなとは考えていますなるほど。はい、はい、じゃあ、加納さん、お願いします。 僕はこれすすごくいいアアイディアだと思ってるんですよプレゼン力も高いし僕は国光さんが間違ってると思ってる甘、はい <laughs> <laughs> 僕は浅田さんが言ってることの方が正しくて NFT だからこそもともとのオーナーに対してなんかサイネージで表示した時に、あのー、レベシアみたいな感じでバックできるような仕組み作れるんじゃないかなと僕は思っているからよって、えっと、これ NFT じゃないとできないと思う まあスマホンじゃないとできないと思って。というのが僕のベースの考えなんでかというとこれ僕も考えたんですよ。あすが。僕も考えたアイディアでそれどうやってその結局今の NFT ってさ所有するのはまあ金払ってやりますけど勝手に見れるわけですよ。うん、で勝手に見れるってこれってじゃあ見る方ただだから別に著作権どうなんのとかなるんだけどそこすごいベイグっていうか曖昧で。 そこがクリアになって NFT のオーナーは例えばどっかに表示する時にえっと自由に表示していいですよみたいなあのコントラクトというかまあ契約みたいな感じになってたとしてでそこからえっとそ,それが多分今までの方式だと思うんですよ。今までの方式っていうか違うな正確に言うと自分の画像は自分に著作権が所,表示されて所属しているので勝手に使うんじゃねえよっていうのがあれでまあネット上では勝手にみんな使っちゃっていてそれに対して 広告とかで第三者がマネタイズするみたいな世界があってそれってあの作った人とかオーナーとか起こるよねっていう世界が僕 NFT によって変わると思ってて最終的なそのオーナーだったり著作者に対してなんかマネーが戻るような仕組みっていうのをうまく作ってあげてえっと例えばその NFT が表示されることをトリガーとするまあ検知できるような仕組みをえっとスマホに持たせてあげてそれ検知したらどこの UR で検知されたんですか見ましたね一回。 ビューダンいくらですよ、三十パーセント還元ですよみたいなのできないかなって思ってたんですよ。だから僕はこれあの面白いなって、まあそのそのアイディアなのかわかんないけど、僕少なくとも僕はそういうふうに思ってて、何かしらその方向性としては NFT じゃないと直接オーナーがマネタイズできるような仕組みって作れないんじゃないかなと思ってたんで、んこれいいなと思いましたけど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 えー、時間だいぶ過ぎてしまったんですが、えー、他に質問ございますか大丈夫ですか？大丈夫そうですね。はい、では、えー、発表ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、それでは、えー、最後の、えー、発表になってきます。発表終わった。<laughs> はい、し、え、のー、さんの、えー、アニメラレーション、えー、準備をお願いいたします。あ。 はい、よろしくお願いいたします。静野と申します。今画面共有失礼いたします。よろしくお願いします。はい。えー、っとそしたらもう始めてしまって大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。<あ>よろしくお願いします,、はい、います。よろしくお願いいたします。えー、っと僕のアイデアの名前はアニメラレーションというものです。副題はアニメ文化を加速させるというものです。ちょっとあのカーソル使うのでこのまま失礼いたします。 簡単に自己紹介失礼いたします。僕の名前は静野宗次と申しまして、二十九歳です。好きなものはオタク文化です。結論、僕がやろうこ、やろうとしていることは、アニメの名シーンを N. F. T. 化して、世界中のファンへ販売しようというものです。この起案の背景なんですけれども、新人のアニメーターの方の平均年収って、なんと百十万円なんですよ。もう一ヶ月したら、九万ちょっとみたいな状況なんですね。で、アニメ産業って、衰退産業ですかっていう話なんですが。 違いますよねもうバリバリの成長産業だと僕は思っています。で、こんな中、課題だと思っているのは、日本のメインカルチャーなのに、更新が育たない環境があの醸成されてしまっているというところにあると思います。なので、僕の考えているアイデアの顧客ターゲットは、アニメの制作会社さんです。独自の価値としまして、打ち出しているのは4点ございます。まず、1点目が、アニメ会社をターゲットにした NFT コンサルティングサービスです。2点目が 既存のアセットでマネタイズできる、このすでに作画が終わっている名シーンでマネタイズをするということですね、新たに何かを作る必要はないという状況です。3点目、利益が新人アニメーターへ払い出しされるように、もうスマートコントラクトを組んでしまうことで、搾、え、取、ー、されるということをなくしたいと思っています。4点目、最後です。購入者は購入した NFT をレンタルして収益を上げられるような構造を取ることで、購入欲をかきたてようと思っております。続いて、マネタイズの方法なんですが、2点ございます。まず1点目 NFT ののの販売時の手手数数料、料点目、二次流通知の手数料を考えています。図を使わせていただきますと、一番左側は上流に、アニメ制作会社と運営、僕ですね、静野がここにいます。でファンの方に、えー、こちら、NFT アートを販売した時の販売益と、このファンの方が、まあ、ファン A さんから B さんに転売、もしくはレンタルされた時のその利益というものがございます。 簡単に数字、これ仮なんですけれども、えー、販売益はアニメ会社さん50%、運営50%いただく形にして、新人アニメーターの方に25%入るようにしようかと思っております、全体のですね。で転売の利益の場合は、アニメ会社さん20%、ファン60%、まあ、売った方ですね、転売者。で手数料が運営に20%で、新人アニメーターの方には10%は入れていただきたいとかん、えー、考えております。で実際に、えー、名シーンが例えば1つのアニメに10シーンあったとして、世界限定でそれぞれ20枚ずつ販売。で、 50万円円で価格を設定した場合売上が1億円立ちますなので、アニメ会社さんに5000億円、新人の方には2500万円避ける、まあ、新人の方、たくさんいると思うんですけど、そこで分配していただくというような形になります。で、転売の利益に関しましては、それぞれが転売したときに10万円の利益が乗っかったと考えますと、アニメ会社さんに400万円、新人の方にはそのうちの半分の200万円を入れていただこうと考えています。なんと、アニメ会社さんにこれだけで5400万円入るようになります。 これすることで新人アニメーターの方の年収を倍以上に引き上げることが可能なんです。構図としましてはこれはウィンウィンが掛ける2でアニメ制作会社さん、新人アニメーターファンの方、運営の僕、しずのですねが全員嬉しいというような状況が整います。でマネタイズの根拠なんですが、いやそんなに50万円で売れるのって話なんですが、なんとですねタダで配られた映画特典がかつて5年前なんですが。 91万3000でなんとヤフオクオクションで落札されているというようなことがございますオタクはですね金に射止めをつけないんです僕もオタクなんで一つのコンテンツに入れ込むとすごくお金を使ってしまったり遊戯王とかの有名なコンテンツに僕の友人は300万円ぐらいお金を使っていますソリューションとしましては新人アニメーターの収入が増えることでアニメ産業が日本の文化のとしてより盤石になると考えています ユーザーの声として、僕のクリエイターの友達の5名に聞いたんですが、ポジティブな意見とネガティブがありました。ポジティブは例なグッズだから買いたい。利益還元されるなら使いたい。ネガティブは転売を助長しているやだと、嫌、えー、だというものでした。まあ、どうしても転売者の方に利益を入れるというところがネックになっていたようです。 競合と大胆手段は NFT スタジオさんとこちら、こなたさんというところです。あと1分です。はい、えー。NFT スタジオさんはイラストレーター特化型、こ、えー、なたさんはデジタルアセット特化型というような形で、競合なんですが、えー、僕としては友達になれるかなと思っております。お互いに高められたらと思っております。市場規模なんですが、アニメ産業は2兆5000億円です。もっとここから成長すると僕は思っております。ファンはそれで世界中にいます。日本人よりも熱狂的な世界のファンがたくさんいます。 最後に僕のアイデア名、アニメラレーション、アニメを加速させる。由来はアニメーションとアクセラレーション、アニメと加速させるってことですね。思いとして、アニメ産業でジャパンアズナンバーワンを僕は取り戻したいと思ってます。アニメ見たことない方がいらっしゃいましたら、ぜひ知ってるアニメ、何でもいいので見てみてください。もし知ってるアニメがなければ、シュタインズゲートっていうアニメが面白いので、一番でいいので見てみてください。これで僕の発表終わります。以上ですありがとうございます。ありがとうございます。 それでは、えー、質疑応答の方に入っていいきたいと思いますじゃあ、狩野さんも手を挙げてたんで、これは多分あの普通の一般的な NFT だと思うんだけど、はいあの、まさにまた同じですよ、著作権は誰が持ってるんだっていう話で、あそういう制作会社が著作権持ってるんですかね、持ってないと思ってて、結局、発言を持ってる人が得られる収入を、はい、得られるべき収入を単にアニメーターに分配しているように見えますと。 半権、はい、持ってる人って何でアニメーターに分配する必要があるんですかっていう視点になるんですけどあおっしゃる通りですねちょっとそこに関しては僕の考えが至ってなかったです <laughs> でもなんとかしてこの仕組みを作りたいとは思ってるので何かいいアイディアを考えますはいまあ半権持ってる人がえっと分配することによって半権者がもっと儲かるっていう仕組みがない限りは えっと、わざわざお金をばらまく必要はないと思うので、と、はい、い,いうか、そういうことはやらないと思うので、うん、なんかしらみんなが耳になるような仕組みを考えないと、はい、ワークしないんじゃないかなと思って、はい。ありがとうございます。ちょっと、判決者の方を僕が考え至らず入れられてなかったので、判決を,をお持ちの方にもが入れながゃだめです。俺が、ね、ーのさワンカット名作さ、取ってきてさ、<laughs> さお金儲けしてダメなわけでしょ。<laughs> はい、それがいいんだったらさ、<あ>それだけやってると思うなんだけど。<laughs> はい いや、ももな、突っ込みありがとうございます。じゃ、そこ、はい、考え直します。ありがとうございます。ありがとうございます。次国光さん、手を挙げていたので、国光さん、お願いします。ここで、なんかね、N. F. T. 周りって、僕もめちゃくちゃいっぱいやってるけど。基本的に、はい、えっと、なんか、他の会社と比べての、差別化要素って、何なんだろうなって感じと思って。なんかほとんど差別化要素がなさすぎるから、はい、まあ、言ってみたら、誰でもできるみたいな。 あここでね,そ,でねそのね御社、はいえー、じゃなかったらいけないっていうところとか御社の競争優位性って何があるんですかねえ僕そうですね競争優位性なんですけれどもお恥ずかしながらえっ、ー、とこれはアイデアさえあれば誰ができるものだと思ってますもうバックボーンとして僕がとにかくイラストアニメーターの方の支援をしたいっていう気持ちそれのみです。 まあでもそれのみも何も、結局ね、やっぱその今、僕らのところも、こ、はい、ちらがやってる、w、えっとまあ、ここの,の NFT を発行するところの,やっぱその優位性のところって大きくショーポイントって3つなんですね。はい、一つはやっぱり企画営業力、要するにこれがみんなが欲しいと思うような感じの NFT っていうところのアイデアを出して、でそれをもとにそのちゃんとした IP、ライセンスっていうのを取ってくる力。はい、で二つ目のところは、まあ、ある意味技術力って感じ。 で3つ目のところは世界中のところでしっかりとそれを価格を上げていくためのやっぱマーケティング力みたいなっていう感じで,で先行してる会社っていうのは腐るほどいっぱいあってねで、はい、そういう中でなんか、ね、どういう部分のところで,で、まあ、普通に考えてなんかその今先行してる会社に IP ホルダーって IP 任せるんじゃないかなって感じの気がしちゃうんですけどこの3つのところにおいてなんかどこの領域においてその差別化 でできるのかなっていうのは、そうですね。ありがとうございます。すみません、ちょっとご質問に回答させていただくにあたっての、うん、技術力っていうところがどのようなものがあるのかっていうのが、すみません、ちょっと勉強不足で分かりかねてしまいまして、あ、もうだってほら普通はい 結構いろいろあって、だから普通にスマートコントラクトのとこ出すだけだったら、はい、普通にラリブルとかオープンシーとか使ってって感じだけど、でも結局でラリブルとかオープンシーとかっていうので出してくると、そこのところの ID とかがついてくるから、やっぱそこは独自で出したいって感じでやっぱ思うようになってきたりするし、はい、で今の NFT とかってまあ言ってみて、 例えば、ね、この収益分配、二次流通のところで収益分配とかっていうけど、ほっといて勝手にやったらできるもんじゃないですね。はい、ここって取引所と一緒にちゃんと話して、はい、そういう収益分配の仕組みっていうのを作っていかなくちゃいけなくなってくるし、はい、で加えてね、えっとまああと、こっからのところって、ただの NFT やったら別にそこまでめっちゃ技術がいるわけじゃないけど、はい、ここのところに、まあ、言ったら NFT、そこのところにデジタル、そこにプログラミングをかけるようになったっていうのは結構でかいですね。 だからここからそのプログラムをこう組み合わせてって感じの、例えば1年間だったら価値がゼロになるとか、1年間だったら価値が倍になるとか、そういう感じのところをどう実装していくかって感じの技術の話が出てきたりとか、はい、まあまあ、でもここはね、とりあえず、なんで今と、僕は普通にこの辺の,の NFT とかっていうのを企画して、IP 営業して、 で面白いそのえっい NFT っていうのをどんどん出していくっていうのは、すごくその市場があるし、で今、ね、まさに凄まじく盛り上がってくるところだろうなって感じと思いつつ、まあ、一方その、ね、先行している僕らがいる中のところで、どうやって差別化するんだろうみたいな、本当に EIP いいていうのか、御社のところにどうやったら回ってくるんだろうみたいな、その辺のところっていうのをなんかしっかりと考えていくっていうのか。 はい、多分その重要なとこなんだろうなって感じで思いますねあ,ありがとうございますめちゃくちゃ勉強になりましたちょっとそこに関してはどうしても至らないところがあるのでまたちょっと勉強させていただきましてあの記事とか拝読してアイデアより尖ったものにしたいと思いますあ,、ね、<laughs> あはいそうですよく言われますありがとうございます <laughs> なんいななじじゃゃいいいですかいいじゃん <laughs> 情熱だけでやってきてましたはい はい。ありがとうございます。他質問と大丈夫でしょうか大丈夫ですかはい、えー。以上をもちまして、えー、本日の、えー、5名の、えー、発表を、えー、終了いたしました。し本当にありがとうございました。ありがとうございました。板ミュート失礼します。はい。えー、それではですね、えー、5名の発表、えー、以上の発表が終わりました。で、ここからは、 審査タイムに入りたいと思います。少し審査員が話し合う時間をいただきますので、このまま少々お待ちいただきますようお願いいたします。皆さんお待たせいたしました。審査の方が終わりましたので、ここから発表の方に移っていきたいと思います。 では、えー、ごめんの発表、本当に皆さん、えー、ありがとうございました。お疲れ様でした。こう2日間、詰め詰めで本当にやってきたので、なかなか大変だったと思いますが、ここまで、えー、やってきて本当にお疲れ様でした。えー、皆さん、本当、もう一度大きな拍手をお願いします。では、えー、発表の方に移ってまいりたいと思います。結果発表。ということで、よいしょ。 まずは、え企業賞、一つずつ発表していきたいと思います。えー、まず一個目は、えグ、ー、ミ賞ですね。えー、国光さんの方から、えー、お願いしたいと思いますが、ちゃんとなるかどうかわからないんですけれども、えー、ドラムロールの後に発表をお願いいたします。よいしょ。いきますね。あなってないか。<laughs> <laughs> ダメでした。はい。えっと、では、発表お願いします。 最後のです。おめでとうございます。あ、僕です。アニメラレーション、ええ<あ>、しまです。おめでとうございます。う,ますう,んうん。まあ、でも、あの、えと、<laughs> まあ、ちょっとね。ただの、えと、競争優位性も何もないから、あ、あのー。まあ、このままやったら無理かなって感じで思いつつ。はい。今 N. F. T. 周り。はね。あのー、かなり僕やりまくってるんで。 まあちょっとそういった意味のところでいくと、あとその辺のところでちょっとまあ何かしら壁打ちとかするとちょっとお手伝いできるんじゃないかなって感じと思ってえっ、ー、と選びました。あ、これです。ですありがとうございます。ありがとうございます。お,ますおめでとうございます。え、篠野様あの一言いただけると、あ、いいんですか。はい。はい、あ、皆さんあのご清聴ありがとうございました。ちょっと拙いプレゼンかつ。 知識がないような状況だったんですけれども心よく聞いていただいて大変感謝しております、えー、はい頑張っていきます以上ですはいありがとうございますおめでとうございましたはいでは続きましてガイアクッションの方の発表お願いいたします、えー、佐々木さんの方から発表お願いいたしますドラムロー,ロールないですよねドラムロールが調子悪くてダメでした、はい、ごめんなさいはい えーとガイクス賞はどこ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 どんえーとスマート衣装の良い賞になりますおめでとうございますおめでとうございますであの賞の方はえーと賞、はい、の方はえーと即投資決算出資にとはならなかったんですけどもえーと私は全部で最大三ヶ月のあのメンタリング をあのまあ、権利ととししててお渡したいなと思ってますのでなんかサポートできたらいいなと思ってますの、ね、でよろしくお願いします。で、あの、書の理由としては、やっぱこう、なんだ、こう魂は細部に宿るじゃないんですけど、トラストドックまで使うんですよねなっていう、こう、ディテールもあの作り込んできたところと、あと、もともとデジタルデータの改ざんとか、フェイク動画とか、まあ、この辺こう、一緒に限らず、なんかいろいろ可能性あるんじゃないかなと思って、なんかそこも模索していけるといいなって思いましたので、えっと、 サポートしたいなと思いました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ではよいしょチームの方からどなたか代表の方一言いただけますでしょうか。あ、今手を挙げているので引き上げをお願いします。 <laughs> みんないる <laughs> はいありがとうございました今後よろしくお願いいたしますはいおめでとうございますでは、えー、最後の、えー、一枠ですねよいしょ、えー、企業賞ビットフライヤーブロックチェーン賞の方加納、えー、さん発表お願いいたしますはいどこ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 ,どこ,どこ,どこじゃん私はまあフラミンゴですね フラミンゴさんおめでとうございます。おおめめででととううごござざいいまますすフラミンゴさんやっぱり、まあ、アイディアとして、えー、っと私は何かしら NFT で新しいビジネスモデルを作れると思っていて、まあ、そこに、えーまあ、共感できたなという、まあ、それが本当に自分がやりたいことと一緒かどうかは別としていずれにせよそのあのデジタル広告というのを大きく変える可能性があるというところで、まあ、ぜひチャレンジしてほしいなというところと、まあ、プレゼン力はやっぱり高いなとあの聞いてて面白かったですと。 で逆にまあ今回ちょっと漏れた人も、まあ、冒頭申し上げた通りそり何が当たるかっていうのは分からないしあのなんかこれで人格否定みたいに感じると思うんですよで僕も7年前はこういうピッチイベント出ててボコボコにされてムカつくなみたいな思ってたんであまり気にしないでくださいとで実際本当のピッチイベントに出るとあのもっとボロクソに言われます <laughs> もっと向こうはあのお金本当にかけるかどうかで真剣ですから あのボッコボコにされるんであのそういう意味ではここはまだあの国光さんがちょっとちょろっと言うだけなんであれですけどあの、うん、まあ,あの別にあのアイディア否定されたからといってへこまないでください、えー、そもそもそんなことでへこんでて企業なんか絶対できないんで, <laughs> で新規ビジネスやうちでもやってるけどボッコボコにしてるんで、まあ、そうやってた叩くとなんかあこれだったらいけるんじゃないみたいなのがたまに成就されるんであのそういうのどんどん繰り返すといいと思います。 まあ、いずれよフラミンゴさんおめでとうございます,いいます、はい、から一と言あればよろしくお願いします。あはいあの、大変ありがとうございます。光栄な賞をいただきまして、これからも頑張って面白いあのサービス作っていきたいと思いますので、ぜひ相談に乗っていただいていければと思います。どうぞよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ますおめでとうございます。ありました えっ、ー、と竹ですえっ、ー、と竹森系のスケという名前です、はい、えっと今回あの浅田さんとフラミンゴの方をやらせていただいてあの昨日とかもと徹夜して作ったんですけど <laughs> おかげさまでこのようなあの <laughs> 素晴らしい賞をいただけてあの大変光栄です税込のこともよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございますおめでとうございますありがとうございますありましたありがとうございました,いましたはいでは賞、えー、の発表の方は、えー、以上となります、えー、本当に皆さんお疲れ様でした。 もう一度まとめますと、グミ賞、アニメラレーション、ガイアクス賞、よい賞、ビットフライヤーブロックチェーン賞、フラミンゴということで、おめでとうございます。受賞者には個別にコンタクト取らせていただきまして、また後日連絡いたしますので、各賞の受賞に関して調整させていただきますので、連絡をお待ちいただけるようお願いいたします。はい、ということで、 えー、閉会式の方に移ってまいりたいと思います。はい、では、えー、まず、えー、このコメントを、えー、皆さん、えー、一言ずつ、えー、いただきたいんですけれども栗光さん時間が厳しいということで、えー、と順番、うん、えと佐々木さん栗光さん加納さんでお願いしようと思ったんです栗光さん一言だけお願いできますか うんまあ、でも、あのーまあ、ここからね、そのまあ、正直、全部のアイディアのところっていうのが、なんでこれやるんだろうとかって、感じのところとかって、やっぱりね、その起業するので、やっぱ重要なのって、やっぱその、あ起業ってすごく大変だから、でやり始めると、なかなかピボットとかも難しいし、なかなかこう、事業転換とかも難しいから。 やっぱ本当にね、自分がこれだって感じて思ったことが見つかった時っていうのが起業する一番いいタイミングなんだろうと思ってて、でその中でね、すごくやっぱ考えてほしいっていうのは、なんかよく3つの Y って言ってて、Y this. で、Y now.Why me. でなんでこれやるんだっけで、なんで今なんだっけで、なんで俺、私がやるんだっけみたいな、ここっていうのをやっぱ自問自答した上で、 でやっぱ今がその時期だみたいな感じって思ったときが、まあ、起業するすごく大きな感じのタイミングなのかなって感じで思っています。だからやっぱりね、ちょっとした思いつきでこういうことやったら面白いんじゃないかとかって感じで、やっぱ始めた起業とかって、で大体まあ最初のアイデアってほぼほぼ間違ってるんで、でそこからね、いろいろ苦難苦闘していく中で、やっぱ新しい方向っていうのを見つけていかなくちゃいけないんで、なんでもしね、まあ、こういうアイデア出せとかっていうのは全然いいと思うんですけど、 本当に事業にするときでいくと、その3つっていうのをすごく真剣にやっぱ考えた上で、まさに今って感じで思ったら行くみたいな感じで言ってもらったらいいかなと思います。ただまあ、ブロックチェーンに関してはね、ここってまあ実際、今が入り口っていうか、なんでね、その NFT とか1つとっても、ね、ここ NFT、今はただね、そのデジタルデータって感じのところをブロックチェーン上に載せて、 で、供給量っていうのを有限にすることで価値をもたすみたいな感じの、まあ、すさまじく原始的な感じっていうのの使い方っていうのが今見えてきただけの話で、で、こっからね、もっともっといろんな使い方っていうのが出てくると思うんで、そういった意味でいくと、まあ、こっから、そのブロックチェーン自体っていうのが、そのインターネットっていうのを大きく進化させるっていうのは間違いないと思うんで、なんで、ここでやっぱブロックチェーンとかやってきながら、で、そういう中でね、やっぱりこう、さっきの3つの Y みたいな感じを考えて、で、そこをね、 うんと考え抜いた上で今がチャンスみたいな感じのとになった時にやっぱこう起業とかしていくのがいいんかなって感じで思いましたでも本当にねもう少ないんですよねブロックチェーンのところで企業がとか含めて会社作ってる人なので本当に皆さんがここで本当にその挑戦して会社を作ってサービス作るっていうのは、まあ、本当に素晴らしいことだと思うんでなんで応援してるんで頑張ってくださいで、まあ、一緒にね頑張っていきましょうありがとうございます いやいい言えるですね本当に、えー <laughs> えー、これをきっかけに頑張っていける人がどんどん生まれていけばなというふうに思います、えー、国見さんどうもありがとうございましたはい、えー、続きましてえー、と佐々木さんの方から、えー、一言コメントいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますあ皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございました。 あのこうやっぱり事業を生み出すとき、まあ、特に私はスタートアップ事業にこう着目してやってるんですけど、こうやっぱりーの検証の中でもたくさん言われてるんですけど、やっぱユーザーの課題がいかに強い課題につけられるかと、こう独自の価値をいかに設定できるかっていうのがめちゃくちゃ重要で、それがまあなんかできる人がなかなかいなくて立ち上がらないことが多いんですけど、なんかそういう意味ではこうブロックチェーンって、まあ、やっぱりあの、 国枝さんも言ってましたけどあの、やっぱきっかけの一つでしかなくて、ブロックチェーン自体が独自の価値そのものになることってあの設定できないと思うんですよね。なぜなら、ブロックチェーンはこう極論を言うとこう手段だとは思うので、なんかそうなったときにこう、まあ、例えばなんか AI とかで言えば、なんか YouTube の独自の価値って、すごくこう最適化されたレコメンドだと思うんですけど、なんかそのレコメンドは AI があったから、 どの,の仕組みの独自の価値を設定したわけではなくて、あのリコメンドをしたかったから AI を使ったっていう構図だと思ってて、なんかそういう意味では、なんか独自の価値を設定して、それがブロックチェーンで実装できるって世界観を作れたら、すごく最高なこうサービスが生まれるんだろうなとか思ってたりします。まあ実はトラストドックもあのブロックチェーンがきっかけだったっていうのもあるのですごくあのいいなって思ってます。 なのであのこうまあここから,からスタートだと思うのでここからこうビジネスアイディアをこうブラッシュアップしてこう継続してくっていいサービスをこう生み出していただけると嬉しいなって思ってますね応援してますありがとうございましたありがとうございましたそうですね、えー、目的と手段これをしっかり切り分けようというところですね、えー、いいお言葉本当にありがとうございました。 では最後、総評として加納さん、一言コメントをお願いいたします。はい、皆様、えーと、お疲れ様でした。まあ、2日間何か真剣にやるっていうのは、非常になんかあの重要な経験っていうか、有意義なあのことなのかなと思っているので、まあ、あのまずはゆっくり休んで、えー、くださいと。でちなみに、ブロックチェーンって、あの実は、 まあさっきも著作権とか商標の話になりましたけど実は僕が商標を持ってるんですね。うん、えっ、ー、とまあブロックチェーンあビットフライが持ってるんですけど正確には。な誰も気づかないときに、えー、何かをやるっていうのがやっぱり起業家というかアディアダプターとかイノベーターがやるべきことなんですよね。だから僕はあの、まあ、基本的にはもうイノベーターだとは思っていて。 みんながやった時点でもう興味がなくなくってしまうううんですね <laughs> ももだともうそんなそのもう他人が何人かやってるっていう段階でだいぶ嫌だなと <laughs> で。でとはいえすごくニッチなところに入っていくとそれはそれではまるなってだから良きタイミングでマーケットに入るってすごく大事だと思っててだからその2年後から5年後ぐらいに流行るのを常にあの。 考えながら僕は動いていてますとだから NFT も今 NFT を単純にやるんだったらもう遅いなと思っているのでそれがどういうふうに発展してって次どうなるんだろうと。で僕は人類は歴史をあの繰り返すと本当に思ってるんで仮想通貨の歴史がどういうふうになってて、まあ、規制ができてどうなるみたいなのが、まあ、同じように繰り返されると思ってるんですよね。だそ先を読む力そして知識、えー、法律の話も、まああのー、例えばその ま、特許の話とかもネットに出てますから、まあ、ひたすら勉強してですね特許って何だろうとか、えー、選出案件は何とかだとか、えー、法的な課題によって何が、えー、ペインポイントになってて何が解決できてそれが解決すると一気に何が変わるんだろうとかそういうのをずっと考え続けて、えー、もうすでに何かが起きたときには自分のなんか脳内の中のあこのパターンだなっていうふうに僕は感じるんですよ。もうずっと考えてるから 法律がこういうふうに仮にこういうふうに変わったら確率低いけど万が一こういうふうに変わったらこれすっごい変わるなとかえっとガーファがガーファなんか僕どっかでなくなると思ってるんですけど何、うん、かしらそう,そういうのうまくいかないんですよ結局それ戦う人戦う人またいるから独禁法とかでやられたりね政治的な圧力でやられたりいろんなものが出てきたりするからインフラストラクチャーだってもう古くなってるしねでズームが出てなんとか出てみたいな。 それが起きると次に何が起こるんだろうみたいなだそういうのをこう思い巡らせてじゃあ自分がどのタイミングで何やるんだっていうのを逆算してなんかやるのかなってでそれが自分のすごい好きなものであったらもう完璧に今をさっき言ってた3つの Y のもう Y meY now なのかなっていう気はしますけど、まあ、いずれにせよその,あの本当に難しいですビジネス当てるのは運の要素もでかいんでビットフライはそこそこ今は大きいし売り上げ利益もすごい出てるけど じゃあ100%予見できるかそのできないから、まあ、その角度が高くなるような施策をずっと取っていくっていうでそれが打ったときに次何するのか次何するのかってずっと考え続けるみたいなのが、まあ、あのいいんじゃないかなと思ってますのでぜひ頑張ってください。あありりががととううごござざいいままししたたさん いや、いい。本当に、えーこう、どう頑張っていけばいいのかというところ、何に貼っていけばいいのかというところ、これからの皆さんの活動にヒントになることがたくさんあったかと思います。これを胸に今後も頑張っていっていただければなというふうに思います。本当にありがとうございました。では、えー、最後に、えー、日本ブロックチェーン協会の方から、えー、お知らせが ございます。そちらの方をお話したいと思いますので、えっと、上野さんの方から、今後のイベントなどについての案内をお願いいたします。 えー、ご参加された皆さん、挑戦された皆さん、えー、受賞された皆さん、ありがとうございました。えー、本当、おめでとうございます。また、今日が本当に、えー、先ほどの震災の方のお話がありましたけど、今日からスタート、今日からきっかけだと思うので、ここで,で、えー、得た経験、どん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 生かしていってください。えー、それでですね、告知を簡単にさせてください。えっと、今朝もね、お伝えさせていただいたんですけども、えっと、定例会というものを、えー、JBA の方ではですね、 えー、させてていいただいてます一番直近がですね3月の23日午前10時半から11時半、これ定例のオンラインのセミナーだと思ってください。えー、基本的には一般公開です。中に登壇者の方によってはねちょっと会員さんのみという場合もあるんですけど、それちょっとまれでして、えー、今回3月23日火曜日、えー、ですねこちら、あのー、まさに空ミ、えー、つ株式会社、えー、宮沢さん。 えと大ですけどカンボジアで CBDC デジタル通貨発行され、また福島県で白 i という、えー、地域通貨発行され、今度新しいサービスを始められます、えー。そちらのお話、ぜひ聞いていただけたらなと思います。まあ、詳細はホームページやツイッターに載ってます。で、4月からもですね、えー、月2回、えー、基本的には一般公開ですので、えー、そちらご視聴いただけたらなと思います。また、えー、と正式には、えー、と22日リリースされるんですけれども、えー 他の団体さんと共同ですね、オンラインイベントを始めます。これはブロックチェーンでは初のジャンルのワンセッションではなくて、一つのイベントで、えー、今まで扱わなかったテーマを扱います。ちょっと今リリースが出るまで言えないので、それ Twitter をよく、えー、見ていただければ、チェックしていただければと思います。そちらのイベントは4月の中旬開催予定ですので、そちらも皆さんの一般公開ですので、視聴いただけたら、 新しい何かチャンス、ビジネスチャンス、あるいはソーシャルでの、ソーシャルグッドな何かいいきっかけになるんじゃないかなと思ってますので、楽しみにしていてください。 えー、それ以降のことは、ですねいくつかまで控えてるんですけども、言えるものもあれば、リリース後もありますので、ぜひツイッター、ホームページ、特に加納さんがいつもツイートしてくださいますので、えー、加納代表のツイッター、見ていただけたらと思います。なので、引き続き、本当に JBA、えー、皆さんと一緒に新しいこのブロックチェーンの時代、ブロックチェーンの世界を作っていけたらと思っていますので、一緒に前進していきましょう。この2日間、本当お疲れ様でしたありがとうございまししたたあありりががととううごござざいいまました。ありがとうございました。 はいということで、えっと、ブロックチェーン協会の方からお知らせがありましたが、お、えっと、知らせの方え今後、まあ、今回、えっと、使いいただいたディスコードの方でも、ね、流していきますので、えーまあ、そこをえ起点に、こういった情報にアクセスするということもできますので、よろしくお願いいたします。はい、で、えー、本イベントのスポンサー,、えー、主催ですね、主催は日本ブロックチェーン協会が務めさせていただきました。 運営は株式会社ガイアックスの方で教材として務めさせていただきましたまた日本ブロックチェーン協会の事務局の方々にも多大な協力をいただいて一緒に作っていくことができました皆さんご協力本当にありがとうございましたそしてスポンサーとしてビットフライヤーブロックチェーン様 えー、株式会社グミ様の方から、株、えー、打ち券というところで、えーえー、商品の方をご提供いただきました。こちらも本当にありがとうございました。さて、えー、今回のイベントの目標はこう、ブロックチェーンの未来を担う人材を輩出するということを、えーまあ、裏の大きな目標として掲げていました。えー、今回この2日間 かけて、皆さんが挑んできたところから、ここ、こういった人材がこう生まれてくることを本当に期待しておりますので、これからの壁打ち、三3件、3チーム、選ばれましたけれども、他のチームも含めて、今後、より、こう、ブロックチェーンで、新しいものを発掘して、熱狂して、何か作っていただければな、というふうに思います。 はい。本日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。